見る人も見られる人も幸せに、医療と福祉のサービス施設老健榊公用チャンネルです。今回の情報共有動画は、ご利用者様と一緒に防災訓練を行ってますというお話です。そのお話の前に、防災訓練のシミュレーションについてお知らせします。令和3年度介護保険法の改定により、感染や災害が起きた場合において老健施設には地域と連携を図り、場合によっては避難所としての機能を果たしてほしいという趣旨の方針が出ていることを皆様はご存知でしょうか。それに伴い、日頃より災害を想定したシミュレーションの実施を義務付けられることになりました。そこで榊公用では、毎月20日を防災の日と位置づけ、毎月防災訓練を行うことにしました。これまでは、年に3回ぐらいですかね、職員の動きに主眼を置いた訓練を行っていましたが、それを見直し、これを機にご利用者様と一緒に行うことを開始しました。それでは訓練のシミュレーションの場面を一部動画にしましたのでご覧ください。こちらは、部屋から出た方、ご利用者様がご自身で長い廊下を、非常口の方に向かって、一生懸命動いているという状況です。非常口付近まで行きましたら、経路と人数の確認を行います。全員の所在を確認しましたら、最後に扉の位置を確認します。今回は訓練ですので、扉の外までは行かなかったのですが、非常時にはこちらの経路で非常口を使って下まで行ってくださいという話をしながら、訓練は終わります。榊公用におきましては、同じフロアでも非常口が複数あります。ですから、逆サイドで練習している場面も このように、非常口、扉を確認するということも行われていました。はい、今回の情報共有動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドいいねボタンもよろしくお願いします。介護職募集中です。